はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、女優の綾瀬はるか主演、大泉洋共演のフジテレビ系月9ドラマですね。元彼の遺言状、初回視聴率 12.1% の好発進です。いやー、予想通りのドラマですね。まあ、原作は宝島社主催の2021年第19回このミステリーがすごい大賞で大賞受賞した新川ホタテによる同名の小説なんですね。まあ、主人公、まあ、綾瀬はるか、剣持麗子の元彼森川栄治が残した彼の全財産を僕を殺した犯人に譲るというこの奇妙な遺言を受けて、麗子が依頼人と共謀して一攫千金を狙うこの破格の遺産相続ミステリー作品なんですね。いや、キャストもね、かなり濃い感じのキャストが揃っていますよ。ドラマでは弁護士の麗子が数々の難解ミステリーを解決するという異色の痛快推理劇として、まあ、原作の世界観そのままにドラマオリジナルのエピソードも描いていくドラマだそうです。まあ、第1話でも見応えありましたね。綾瀬はるか演じる麗子、剣持麗子ですね、かっこいいですよね。なんか名前からしてかっこいいですよね、剣持麗子。いやー、これ大手法律事務所に勤務する、まあ、敏腕弁護士なんです。まあ、クライアントの利益のためにはまあ手段を選ばない選ばない剛腕ぶり、まあ、多大な利益を上げている麗子なんです。しかしその強引さがあだとなって、まあ、有力クライアントを失う羽目になってしまうんですね。まあ、所長浅野和之演じる筒井公彦、よく見ますよね。隣の力でも管理人をやってましたからね。管理人から今度は弁護士の所長ですね。まあ、いろいろと役どころこなしていきますね、浅野和之。いいからボーナスカットを言い渡されてしまう麗子なんです。美人だけど気も強いんですよね。まあ、その処遇に憤慨して事務所を辞めてやるっていう啖呵を切って飛び出すんです。麗子は一人焼肉でうさわらし。いや、このシーンがすごいんですよ。いや、大泉洋も言ってましたよね。あの綾瀬はるかさんは食べるシーンが多いのにいっぱい食べてくるんですよと。これまあ、とにかくですね、あのお弁当でも何でも、楽屋にあったら食べられるそうなんですよね。だから食べるシーンが多いのに私食いしん坊なのですかねみたいなことを言って食べちゃうんです。焼肉を焼いては食べ、焼いては食べ。いやー、あの焼肉の食べっぷり、いやー、本当に美味しそうにガッ釣り食べますよね。そして飲み仲間を集めて片っ端から知り合いにメールを送るんです。まあ、大学時代の元彼、まあ、生田斗真演じている森川栄治から返信が来るんです。しかしそのメールの中身は森川栄治は永眠しましたという訃報だったんです。まあ、驚く麗子のもとに見知らぬ電話番号から着信が入ります。全く面識がないはずの男、謎の男、これが大泉洋。数日後、麗子は篠田と会うんですが、いや、顔を見てもなお篠田のことを思い出せない。まあ一方、変わらないね、麗子ちゃんは、とあの慣れ慣れしい態度を取る篠田、まさに大泉洋の真骨頂ですよね。いやいや、うまいですよね、あの辺のセリフ回しが。で、エイジと同じ大学のサークルの先輩で、まあ、軽井沢の別荘で病気療養していたエイジに誘われて別荘の管理人をしているという設定なんですね。しかしこの自室で死んでいたエイジを最初に発見したのもこの篠田なんです。そこで篠田は栄治が残した奇妙な遺言書のことを麗子に伝えるんです。そこには全財産を僕を殺した犯人に相続させると記されていたというんです。いや、そこで篠田は代理人になって僕を犯人に仕立ててほしいと麗子に持ちかけるんですよね。いや、この篠田慶太郎の役どころ、大泉洋そのままじゃないですか。なんとも違和感はなかったですよね。
まあ、違和感がなかったといえば、ド迫力の萬田久子のあのヘアスタイルです。萬田久子が演じるのは森川麻里子役なんですね。まあ、麗子の元彼で死んだ生田斗真ですね、エイジのおばにあたるんです。まあ、エイジの父が社長を務める森川製薬の専務でもあるんです。まあ、エイジの父とは犬猿の仲とされているんですね。もちろんエイジの遺産も狙っていますよね。しかし普段もゴージャスな雰囲気満載の萬田久子さんですよね。いや、今回さらにパワーアップですよ。特にあのロングヘアを大きくカールし立ち上げたあのヘアスタイル、まあ、迫力満点ですよね。いや、そっちの方に目が行って途中話が入ってこないですよね、ケイ君。いや、ネットでも萬田久子さんのあの髪型彼女しか似合わないっていうくらいに似合ってたっていうね、絶賛の声も届いてるみたいですよ。今日の最大のミステリーは萬田久子さんのボンバヘッド、これ決まりですよね。そして笹野高志演じる村山健太、まあ、エイジの顧問弁護士役だったんですが、まあ、質素でつつましい町弁なんです。エイジから奇妙な遺言状を託され、醜い相続争いの渦中で奮闘するんですね。過去に優秀な女性弁護士の友人を亡くしており、玲子の身を案じているんですが、何者かに金庫に保管していた遺言書の原本を盗まれてしまう。そして毒殺されてしまうんですね。まあ1回目から殺人がもう起こってしまってるんですね、このドラマ。玲子も遺言状が盗まれたことや殺人事件に遭遇したことについて東京に戻ろうとするんです。そしてラストシーンですね、玲子が篠田に別れを告げるこの場面です。篠田がフライパンで焼くフレンチトーストが映し出されるんです。まあ、玲子と篠田が会話をしている間にフレンチトーストは焼かれ続け、玲子がその場を後にすると、今度は表面まで焦げた様子で映し出されるんですよ。いや、この焦げるフレンチトースト、なんで上まで焦げてんの、表面が焦げてるっておかしいぞっていうネットの声上がってますよね。確かにフレンチトーストの上面が焦げる怪現象なんですね。篠田も会話で夢中でフレンチトーストには手を触れてないですね。すると誰かがフレンチトーストをひっくり返したのか、あの場に誰かがいたっていうことになるんですかね。原作のミステリー、死んだ元恋人の残した奇妙な遺言と巨額な遺産、死の真相に迫る剣持麗子。いや、元彼の遺言状、第1話から好発進のこのドラマですね。それではまた、ごきげんよう、さよなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。